このチャンネルは J3 バンラーレ八戸のホームタウンのおすすめしたい飲食店、観光地などの動画を皆さんにお伝えしているチャンネルになります。ぜひ最後までご覧ください。そして応援の気持ちでチャンネル登録お願いします。こんにちは、バンラーレンタカーの石ちゃんです。今日は青森県八戸市新田にあります麺屋みやびさんへ行ってきました。今回私が注文したのは鶏中華そばです。それではいただきます。鶏中華そばにはチャーシュー、白ネギ、普通のネギ、海苔、味玉がトッピングしてありました。まずはスープからいただきました。スープは今までに味わったことのないコクのあるスープで、鶏の出汁がよく出ているのかなと感じました。濃厚なのですが、油が口の中に残ることもなく、あっさり飲むことができます。今まで食べた中で一番なくらいに私好みの味でした。お店の方に言えば鶏油の方を少なめでも注文することができるみたいです。麺はストレートの片麺で、私は縮れ麺派でしたが、麺を食べた時もしっかりスープの味を感じられて美味しかったです。チャーシューはとっても柔らかく、お肉の旨味を感じました。私は固めのゆで卵が苦手なのですが、みやびさんの味玉は味が濃すぎるわけでもなく、とてもちょうどいい味で、卵も柔らかくとろとろでとっても美味しかったです。私たちはちょうど12時くらいに行きました。その時は席が空いていましたが、私たちが食べ終わりそうな時には満席になっており、本当にお昼時は混むお店なんだなと思います。少しお昼前に行くのがおすすめです。注文はお店に入って右側に発券機があるので、そこで食券を購入し、お店の方に渡して注文します。そしてみやびさんはバンラーレ八戸のファンクラブ会員証を提示すると、大盛り無料か味玉をトッピングすることができるそうです。なのでファンクラブ会員証をお持ちの方はぜひ忘れずに持って行ってみてください。まだチャンネル登録されてない方はお見逃しのないようぜひチャンネル登録お願いします。他にも皆さんにおすすめしたい八戸の美味しい飲食店の動画が上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。